ネタバレなしのおすすめ映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、手紙は覚えている、監督はアトム・エゴヤン。2015年の作品です。介護施設で暮らす認知症のユダヤ人ゼブは、友人から託された一通の手紙を頼りに、かつてアウシュビッツの強制収容所で、家族を殺された恨みを晴らすため、今は別人となって合衆国でのうのうと生きている元ナチ親衛隊員の正体を暴き、復讐しようとする物語です。主演はクリストファー・プラマー。他にブルーノ・ガンツ、ユルゲン・プロホノフ、マーティン・ランドウほか、往年の名優たちが、その存在感を示します。そして真相を追求するゼブは、ラストで想像を絶する事実を知ることになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できればチャンネル登録をお願いします。